と、どうもこんにちは、水くるです。さて今回は、前回に続きテレビアニメ化もされている人気漫画作品、推しの子、より、星野ルビーのフィギュアを紙で制作してみました。かかかか、かっぱいいです。ぐへへ。なんか納得いかなくて、何回か作り直したせいで、完成まで日にちがかかりましたが、いやーそれだけの価値はあったかと思います。満足、満足。この動画では紙で作るペーパーフィギュアの作り方、制作過程、ポイントを紹介していきます。ペーパーフィギュアは、紙に展開図を印刷すれば、簡単な工作具のみで、誰でも気軽に組み立てることができます。展開図は、概要欄からダウンロードできますので、よかったら動画を参考に作ってみてください。他のモデルのパーツや衣装を組み合わせることで、自由に着せ替えを楽しむこともできます。他のパーツの組み立て方などは、概要欄にリンクがありますので、よかったらそちらもご覧ください。趣旨の作り方や、題材の固定方法なども別動画で詳しく解説しています。ペーパークラフトの魅力は、コストを抑え気軽に立体フィギュアを楽しむことができるところです。失敗しても、印刷すれば何度も作り直すこともできます。紙で気軽にフィギュアが作ってみたい、ペーパークラフトやってみたい、という方は順次動画をアップしていきますので、ぜひ、チャンネル登録してみてください。それで、今回のアイドル衣装は、前回制作した 3D モデルを流用したため、もっと早く完成するかなと淡い期待を抱いていたものの、その期待は凍ったみじんに砕け散り、こんなはずじゃなかった的な日々を過ごしておりました。まあ、それでもなんとか完成させることができて、生まれて初めて、自分で自分のことを褒めてあげたいと思いました。よくやったよ自分。生まれてきてありがとう自分。気づいたら大粒の涙が、コロコロとこぼれ落ちていました。というような感じで、失敗と挫折を、ちょうど均等な割合で、交互に繰り返しているわけですが、それでも強く生きていこうと、固く心に誓ったのでした。終わり。と、そんなこんなな、制作過程をどうぞご覧ください。